けなよ。リボミもドライバーで行きます。上空の風はフォロー。状態だと思うんですね、この春先いくらスロースターターとはいえね、でも必ず調整してあと調子を上げてきてくれると思うので、はい、それをこういいきっかけにしたいこの3日目じゃないでしょうか ね、 そうですね。昨日はもう4ホールしかこうグリーンを捉えることができなかったんですよね、本当にボミさんの実力からするとちょっと考えられないようなね、昨日のプレーだったんですけど、昨日はノーバーディー。今のもね、少しトップが浅いと思うんですよ。あ、そうですか。はい。だからトップまでこう行ってない間。いいじゃないかな、これは。見えましたが、
あ、やはり左ですね。あ、かなり奥まで行きました。林のこの木の影です。ドライバーではありません。7番で一つボギーがありましたが、ちょっと右に行ってませんか。当たらないように右に行っている。林の下でこれ前がどうか。はい、まあ、入ってない。どうでしょう。左目から。まあ、アプローチが寄せきれてないかなというのはありましたね。昨日までのラウンドとはちょっと趣が変わってきてたですね。そうですね、やはり3日目をトップで迎えたということを考えると、はい、昨日初日2日目とは全く違う気持ちの中でからサードに来るまでに、はい、キャディーさんと話をしてたんですけど、キャディーさんはこうなんかずっとこう風がアゲンストで、はい、って喋ってたみたいなイメージが出たんですね。はい、やっぱりこうよく言われる最終日の明日の後半のバックナインでこう激しい動きがありそうですね。なるほど、はい、挑みのティーショットは24日以来のこの国内ツアーです。おぼみさんは逆ですね。そんなにもう右の股関節でしっかり止めて、うん、こっから右足動きませんもんね。頭なんか一切動かないですから、これでもう左足が伸びきって、うん、ほぼベタ足ですからね。今やっと右の足が上がったぐらいなので、はい、これも相当体幹強く。
11。セーブというか、これがその右サイドですとバンカーがあります。越えてきました。距離は出てますね、これね。初日2日目とこの1番はボギーボギーといういいボギーでした。オープンショットはフェアウェイ真ん中を捉えています。いいボギーは2日続けてこのスタートの1番はボギーという今日3日目を迎えます。昨日18番バーディー取ってるんですね。そうなんです。はい、難しい18番で最後取りました。いけないと思いますね。それはこの1番も1番がそうだと思います。攻めていくために重要な1番このティーショット。選手によって、そうですかね。それによってその人の選手の今日の調子って分かりますよね。